そしてバトンは渡された YouTube 企画、イエーイ、イエーイ。宮宗介役の田中圭です。今日は皆さんから事前に SNS で募集させていただいた質問にお答えしようと思います。たくさん送っていただけたみたいで、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。では早速行ってみようと思います。よし、行ってみよう。まるせーので撮りましょう。早いなぁ。はい、せーの、まる。つけるの？つけます。え、つけないですか？俺、ダメだね、バレに。え、嘘ですよ。あの、だから人狼とかやると、もう絶対勝てない。あ、でも私もそうだ。つけてないよ。え？つけてない。そういうことか。バツ。え、どういう嘘ですか？いや、嘘にもいっぱいありますからね。はい。あの、嘘ついた方がいいなとか、なんか自分がちょっと今自分の意見を通す場所じゃないなっていう時は、うん、嘘というかこう言わないっていう選択で、我慢とかね、気持ちに嘘ついた方が、そうです、そうです、うまくいくよねっていう、はい、でも人狼とかだとすぐバレるんでしょ、はい、それこっちです。じゃあそれはこっちでお願いします。はい、こっちです。はい、いいですか。はい、せーの。得意っていうとあれなんですよ。好き。あ、うん、得意ほど別にうまくはない。まあ、わかるわかる。好きっていう意味も込めて一応。そうね。でも好きになれるっていうのも得意 の一つだからね。うわー、うわー。すごい、確かに。おー、いや、そうよ。え、いいこと聞いた。うん、そう、じゃあ、そっちでいいと。はい、なんでですか。俺はね、あの、手先系が弱い。そんなイメージない。工作とか絵とか芸術系、ピアノとかさ、楽器とかっても芸術だと思ってるから、点でダメです。へえ、まあ、ちょっと工作とかは確かに得意じゃなかった。そうでしょ。せーの。もう特に俺なんて今回森宮さんで、散々こう、ゆうこちゃんのためにご飯を作り、そしてそのご飯を食べてるから、ゆうこちゃんも美味しいご飯を作りたいっていうルーツになるわけでしょ。はい、そうです。それはもう、バツだ。おかしいな。おかしいな。めちゃもダメ。私もダメです。作ったりはするの、実際。作んないです。あ、もう、鼻から作りませんスタイル。そうです、なんか疲れて家に帰って、それこそ材料も買いに行くところからなわけじゃないですか。を自分一人のためにやろうとは思わないです。わかる。共通点が多い、多いからですね。じゃあ半分ぐらいにします。多いの割合、2割にします。3割。アドリク。2割か3割にします。じゃあ3割。3割にしましょう。3割共通点ある。3割は感覚ね。はい、感覚3割共通点はある。はい。せーの。今絶対丸くると思ったのに。だってさ、森宮さんといえばまず料理でしょ、うん、で料理しないじゃない、はい、で森宮さんといえば、まあ、メガネでしょ、メガネしないじゃない、はい、で森宮さんといえば貯金でしょ。貯金だ。別に俺個人の貯金ないの。、うん、俺自分がこう自由に使う貯金なんか一切ない。まあ、ありますか、共通点。どこら辺がここに似てるなって思うところは。ポジティブなところ。ああ、確かに。あと自分の考えを表に出すか出さないかは別として、すごくしっかり持ってる。うん、結局家族が好きだったり、自分に愛情を注いでくれる人に全力で愛を注げるっていうのは、まあ、そこは目指してるところはあるんですけど。今の話で言うと3割以上ちょっとありそうですけどね。質問が悪いな。2時間だけ。どっちに行ったらいいんだろう。うん、まあ、今のまんまでとりあえずやってみる。一回だけ。せーの。え？
だからもう1問目で嘘つけないっていう、はいはい、2人ですって言ったじゃないですか。いやもちろんね、僕もあの試合を見てくださったあの関係者の方たちからありえないぐらい泣いたとか、もう泣きすぎて頭が痛いとか言われて、すごくあ泣ける作品になったんだってすごく喜ばしかったわけでございますよ。でも2時間泣きっぱなしちょっと言い過ぎよな。スタートから泣いてるってことですか。そうなってきちゃうともうじゃあ何でもいいじゃんって。なんか俺らがこうね積み上げてきたものとか関係ないじゃんみたいな。最初から泣いてるじゃん、もう泣きたいだけじゃん。ただあの2回目、これあの1回目見てで全部分かったって最後に分かるんですよね、いろいろと分かってくるんですけど、それを分かってもう一度頭から見ると全然多分見える景色が違うので、その2回目だったら最初から2時間泣きっぱなしだったらこっちになってもいいかなとは思いますけれども、2回目だったらさすがに1回目から2時間泣きっぱなしはもうそれ嘘です。ちっちゃいことで言うと、あの現場の椅子が例えばこう、まあ、こういう椅子ももちろん監督たちが座るような椅子もそうだし、じゃあ森宮家にはソファーもあったりソファーとかもあるんですけど、こうスタン皆さんがこうセッティングしてる間にスタンバイするちっちゃな部屋でそこに待機してることが多かったんですけど、そこにちゃんとしたこういう椅子もあるんですけど、こういうちっちゃい なんていうこう4本足のさ、4本足のこう重ねられるような椅子あるじゃないですか。でそこの椅子の上にちょっと今こう乗れないからあれなんですけど、めいちゃんがちゃんとこうやって乗ってこうやって寝てた時はそんな寝方するっ、ね、本当ですか。そのちっちゃいこの丸にこの座り方するみたいな、寝たいならもうちょっと寝やすく寝れないなとか普通に思うじゃないですか。でそういうなんかちょっとしたことでも面白い子だなって僕は思ってたので。見てくれてたんですか、はい、そんなに。だいたいめいちゃんの取る行動の8割ぐらいは俺にとって面白かったです。大丈夫かな私。大丈夫です。大体面白かった。本当ですか。あ、ある。あの田中さんの朝の寝癖が本当に本当に芸術なんです。ここから森宮さんになる人とは思えないぐらいの散らかり具合で。そうね、朝見るの何気に楽しみにしてました。現場ついて鏡見てってなってるひどかったよね。そうだね、ありがとう。森宮さんとの2人での家でのシーンが全部好きなんですけど、うん、ゆう子と森宮さんの話してる時のテンポ感となんかトーンの、うんうん、高さがすごく好きで、うん、この二人の掛け合いが大好きでした。私は完成も見た上で。確かにな、それはもう僕もあの本当に二人のシーンがあまりにも僕はすごく好きで、ゆうこちゃん可愛くて、このゆうこちゃんのお父さん役を俺はやってたんだっていう誇らしさと嬉しさはやっぱ本編見ながらすごく思ったんですよ。この撮影している時以上に本編を見た時の方が思ったし、めいちゃんはさ、あのこうゆうここうやったことによってさ、一つまだお楽しみにしてるおまけがあるじゃない、お母さんの感想っていう、はいはいはい、そこら辺に対してのこうなんかこう言ってくるのかなとか、こうお母さんの上にやってほしいって言ったのに対してのちょっとやってみてみたいな。いつも言わないんです、うん、あのこの作品やってほしいも言われたことなかったし、公開に向けて楽しみとかそういうこと言わないんですよ、うん、で見た感想はくれるんですけど、よかったよだけなんです。だからなんか今回最初から言われてるから、原作ファンの母親に認められるかっていう難題が今あるんで、認めた感想くれって思ってます。それは大丈夫だと思うけどね。せめて嘘でも母親なんだからよかったよって言ってくれって思ってるんですよ。もうすごい良かった、それ大丈夫。今回ばかりは厳しく来るかもしれないので。なるほどね、逆にね、はい、それもまあいいも悪いもちょっと楽しみだね。楽しみだね。見てくださる方それぞれが感じることはまた違うと思うんですけど、あの見終わった後にすごく心が重くなる映画にはなってないです。とても心が洗われる気持ちのいい温かい映画になってると思いますので、ぜひ楽
しんで見ていただければと思います。ありがとうございます。マルーン一回ぐらい出したくて。そしてバトンは渡された、10月29日公開です。本当に素敵な映画になっていると思いますので、皆さんぜひ見てください。見てください。私は名字が4回も変わりました。彼女が見つけた家族を超える絆とは。私は最低の母親でした。そしてバトンは渡された。